中央州の1ケニア中央州は、首都ナイロビの北港から、ケニア山6に至る。中央州は、ケニア中南部の州。州都はニエリ。2009年の人口は438万3743人。面積は1万3164平方キロメートルで、2009年の人口密度は333人平方キロメートル。ゲマと総称されるケニアにおける、 バントゥー系民族の故郷である。高知にあるタメタの州と比較すると霊涼である。3月初頭から5月と10月及び11月の2度の雨季があり降雨は安定している。中央州はケニアの主要輸出品の一つであるコーヒーの主な産地である。ケニアの日用品の多くもこの州で生産される。この地域の住民の多くは17世紀に移民したと。 信じられている東方の万という系の子孫である。この地域に住むのは、現在のキクユ族、エンブ族、メル族である。イギリスによるケニアの植民地支配により、この地域の大半は白人高地と呼ばれた入植者の農園に組み込まれた。したがって、この地に大使先祖からの権利を持っていると主張した、地域の共同体からの多くの政治的活動が、起こった。 これは1950年代に頂点に達した。マウマウダンの乱に際しこの領域は、非常事態下に置かれ、多くの著名な政治指導者が逮捕された。人口は、サガナが2014年、それ以外が2009年の値。ジョモケニやタグギはジオン語ワンガリマータイサムエル・ワンジル・キャサリンヌデレバ。ありがとうございます。